まだやるんかいうな、先手してくださいね。今先ほどのアーリーさんおっしゃってましたけど、その橋行きました。あ、僕 YouTube で上げてます。あの心霊屋 .com で見てもらったら分かると思います。あと単発で上がってるのが TikTok で行きますと Mr.JJ、 これで見てもらえれば、僕のその盗聴調査の模様とか、あ、不思議な模様とか、そういう盗聴防衛講座みたいなですね、そんなの上げてますんで、ぜひ見てもらったらありがたいです。ということでね、僕が今まあ喋った中で、実際盗聴器を探しに行ってこんなことあったよ、こんなことやったよ、多分喋ってないと思うんですよ、ね、今日ちょっと一個だけやっとかんと怒られるかなと思ってちょっと喋ってきます。何年か前でしたかね、滋賀県のある、まあ年配というか30後半の女性の方からね、ご連絡いただいて、どうやらうちの家に盗聴器が仕掛けられてるかもわからないんで、いっぺん調べてくれませんかっていう内容やったんですよね。じゃあまあまあいついつ行きますから、ちょうどその時間っていうのはまあ夕方ぐらいになりますけど、結構ですかっていうお話して、で滋賀県の琵琶湖の東側って言えばいいですかね、簡単に言いますと集合住宅があって、でそこへ夕方6時ぐらい、夏前だったと思います、着きました。で中からまあ30後半の女性の方と、でその子、その子供がね、中学校 2年生の女の子が一人行ったんですよ。で話聞いてみると、旦那の DV に耐えかねて子供と2人で逃げてきて、今この集合住宅に借りてるっていうことなんですよね。でなんでやっていうと、どうやら私たちがいない間にその逃げてきた旦那が部屋の中入ってガサガサやってんじゃないかっていうんですよ。で家知ってはるんですかって言うから、いや家は知らんと思います、でもね家帰るとこの間もあったんですよ、冷凍庫の蓋が開いてて氷がめちゃめちゃに溶けて床一面水になってた、風呂場の電気がついてた、口紅が折れていた、いろんなことがあるらしいです。だから調べてくれっていう内容だったんですよね。で中学校2年生の女の子は、まあ、マリちゃんって今でも覚えてます、マリちゃんって言ってました。マリちゃんはどうなのって、いや私何もないですっていうような感じで、で盗聴電波が出ているかどうか調べるわけですよ。まあまあ簡単な機材ですよ。調べました、異常なし。ボイスレコーダーあるんじゃないかっていうんで、熱感知器で僕サーモカメラで見るんですよね。で一箇所だけちょっと温度が変だなと思ったとこは手で触って、あ、ここにボイスレコーダーがあるとか、あと電話回線調べるときは電話の抵抗値調べるんですよ。どっかに余分なのを一個挟んでないかっていうのはもう数値見たらすぐ分かります。全て異常なかったんですよね。でも全部徹底的に探すわけですよ。そこの家の2階っていうのはね、6畳と3畳と襖1枚で仕切られてる小さい部屋だったんですよね。押し入れ、天井裏、一応調べるんです。天井裏ガサーッとこう、まあ収納ボックスみたいな点検口ですかね、開けて懐中電灯でザーッと照らした時に、黒いビニール袋、これぐらいのものがボーンと置いてあったんですよね。すみません、なんか天井の中にこの黒いビニール袋なんかこんなんあるんですけど、は別にもういいですかって言ったら、マリちゃんがね、え、何ってこう一緒に懐中電灯でこう見るわけですよ。お母さんなんかあるでって関西弁で言うんですよね。なんか入ってる。だからそれちょっと、うわ、手届きそうなんだけど、届かないんですよ。お母さんが、玄関に竹ぼうきあるから持っといて、で、竹ぼうきを私に渡されて、こうやって引っ張るわけですよ。ほっくりだらけですね。その三畳の部屋に畳に新聞紙バンと引きました。そのほっくりだらけの袋をよくゆっくりと出してボンと置いた瞬間にね、そのマリちゃんが、お母さんこれ宝物だったらすごいよねって言ってね、もうほっくりだらけのビニール袋ぶわっと破き始めたんですよね。え、何すんのこのこと、僕思いましたよ。そうすると紫色のお酒の贈答用のね、これぐらいの箱が出てきたんですよ。わーと僕思いましたけどね、またなんかよからぬも出てくるんじゃないかなと思った時に、そのマリちゃんが箱をぐっと
あげたんですよ。そうすると中からこれぐらいの割とあの髪の毛ブロンズ色したね洋風のお人形さんが出てきたんですよね。そのお人形さんっていうのは起き上がると目が開いて寝かすと目が閉じるというそういう感じのお人形さんだったんですよ。うわ嫌な人形出てきたなと思った瞬間にマリちゃんがいやお母さんかわいいってパッと抱き上げたんですよ。抱き上げた瞬間に人の形を変えたこの半紙かなんかでこう人の形を切ったやつがあるんですよ。それがねパラ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 ーと何枚か落ちた。触るの嫌だったんで目測でちょっと数えてたんですよね。1、2、3、あ48枚の人形を入れて49、うわ嫌な数字やなっていうことで、まあ僕はもう関係ないんでそのまま機材に片付けて、あお疲れさんでしたありがとうございましたと言って階段をこうと降りて行こうとしたらその奥さんがね後ろついてくるわけですよ。シーナさん、いやもうなんか言われる嫌やなと思ったんですけど、シーナさん、この人形なんですけどね、ちょっと持って帰って、シーナさん、いやいや、ちょっと待ってください、僕は盗聴器を取り外して、探して、外す仕事はしてますけど、人形はちょっと勘弁してくださいっていう話したんで、いや、ちょっとちょっとその分なんとか色つけますけどっていうような話になって、あ僕はお金に弱いんで、あ、そうですかってね、人形とか預かって、で、僕はその人形を、三重県にある、真言宗のお寺さんにちょっと、仲良くしていただいているお坊さんがいるんで事情を説明してね、ちょっと申し訳ないんですけど今こういう状況に陥ってますと、でその人間をちょっとどうしたらいいでしょうかっていう話をしたら、渋谷君ね、それ愛媛県にある何回何回っていうねお寺、いやちょっと待ってください、愛媛県って僕今滋賀県なんですけどちょっと愛媛には行けないんで、しばらくの間そこのお寺で預かってもらえませんかっていう交渉したんですよ。じゃあ心よく引き受けていただいたんで、で今から持っていきますからすいませんけどよろしくお願いしますっていう話をしてる時に2階からそのマリちゃんがねうわーってこう階段をドド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 ーンと落ちてくんすお母さんお母さんって言う、どうしたの、人形が人形が人形がって言うんですよ。え何言ったら人形が人形がって僕と一緒に2階上がって人形を確かめに行ったんですよね。そうすると箱の中に人形が寝かしてあるんですけど片方の目だけパカッと開いてるんですよ。で何これすごい気持ち悪い感じだったんですけどどうしたのって聞いたら可愛いと思って寝かしたり起こしたりこうやってたらそのホコリかなんかが古いから目にまぶたのところに挟まったんでしょうね。片目だけロックしてしまって半開きの目になってしまって動かないんですよ。そんな状態で人形がなんか目が見開いたというわけですよね。寝かせば目が閉じるはずなのに目がパッと開いたんですよ、片目が。だから怖い、だからもう余計に渋谷さんすみません、人形なんとかしてくださいって言われるんですよ。分かりました、もうお寺さんは話しすぎてますからということで、夜の11時半ぐらいにその滋賀県の依頼者の家を出発して、当時ナビで設定した時に三重県までの直線距離で示すわけですよね、一番最短距離を。僕もあまり何も考えなかったんで、その直線距離をインプットして、そのままずっと走り始めたんですよ。わかりました、今からじゃあ持って行ってきます。ダーッと山道を走っていくわけですよ。だん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 道が細くなっていく。今でも覚えてますけど、国道307号線から470何号線だったかな。伊賀の里、忍者の町。その辺から伊賀とか、そういうところがずっと入っていくわけですね、甲賀の里に。道がね、細いんです。山がぐーっと迫ってくるようなね、こうカーブの道を出していくわけですよ。雨がしとしと降ってきた。うわー、嫌だなー、嫌な感じだなーと思ってワイパー動かすんですよ。これ前から車来たらとんでもないな、えらい道でセットしたなと思いながら。その時にね、僕の後ろに乗せてくる、人形というか後ろからね、カラカラカラ、このガタガタ、この音をするんですよ。ああ、多分機材の、僕は機材は電池絶対抜くんですよ。液漏れ防止のために全部調べた電池抜いて、多分電池が転がってるんだなと思ってたんですよね。しかしね、まっすぐな道の時でもね、カラカラ、このコソコソコソって言うんですよ。その時にちょっと待てよ、まさかと思うけど人形が動くわけないしな、でもひょっとしたらってことあるしと思って、本当に山の中ですよ。僕車止めたんですよね。車止めて
後部座席振り返ってその人形の箱をじーっと見てたんですよ。聞こえてくるのは雨がしとしと降る音と鈍いワイパーをこする音ですね。それと鈍いエンジンの音。薄暗いルームランプつけてその箱を見てたんですよね。まさか動くわけないやろな。どれぐらいの時間してからだったかな、人形の上蓋からポコポコっと上に上がるんですよ。お酒の箱ってやろ、深いからポコッと開かないんですよね。途中までこう開けようと、その時にうわこれやばい、人形がほんまに中から出そうとしてるわと思った時、すっごい怖くなったんですよ。僕はもう基本的に幽霊怖くない人なんですけど、状況が状況で、まず一人でしょ、雨降ってる、やばい、お寺に持っていく前にその箱を僕取り出して助手席の前から山の中掘り投げて帰ったんですよ。怖い。そのまま家帰ったんですよ。その時にお寺さんには、いやすみません、あの事情はこうこうこうでうまくまとまりましたから結構ですって嘘を言ってお寺さんに言いました。でもお金はもらってるんですよね。で依頼者の方にはちゃんと持っていきましたっていう報告を前日、あの前の日に、次の日に入れました。それから3日ぐらいしてたんですかね、依頼者の方から電話かかってきたんですよ。依頼者の方はもしもしって言ったら、渋谷さんどういうことですか、あんた人形置いてきたんでしょ、ごつごつごつ怒るんですよ。え、何のこと、え、に人形はあんた人形置いてきたんでしょ。僕わけわかんないですよ。で何言ってるのかなと、いや僕はあの人形は三重県にあるお寺にも、まあ、実は ほかしてるんですよ、捨てるんですけど、いや三重県のお寺に持って行きましたよと言ったら、じゃあなんでうちの家の前に人形があるのよ。その人形がどういうことかというと、朝娘が学校行こうとドア開けたらその人形は玄関にあったって言うんですよ。でそんなこと絶対ありえないんですよ。で僕分かりました、でも実はぶちゃんともう三重県に持って行ってますので、そんなことは絶対ないんで、いついつ行きますから、その人形をどうにかして保管しておいてください、嫌なら表にも置いておいてくださいっていうふうに言いました。それからね、ちょっと僕その時まあサラリーマンでやってたんで、4日か5日ぐらいしてからそこの家行ったんですよね。儲けの殻なんですよ、引っ越されて生活感全くないですよ、電話してもつながらない。だからその奥さんと、まあ、マリちゃんは、まあ、多分どこかで生活してるんですけども、だろうけども、その人形今でもその家にいるんじゃないですかね。なんかそんな気がして、後味の悪いちょっとお話、こんなことがありました。はい、以上です。ありがとうございました。